プレート板はまあこれはもう普通にどこでもどこ踏んでもいいですよ。あ、うん、どこ踏んでもいいです。さっき言ったようにこのステップする突き場所ね、突き場所が三塁側をまあ踏む人はこの幅だよね、はい、この幅の間に収まればいい、はあ、ということは余裕持ってこんな開かないんだけど、はあ、ここから投げてここ、はあ、ここここまで、それまでは技術戦で香取さんにまずプレートの使い方でよくこう投げる方がいい、こう投げる方がいいっておっしゃってましたけど、そういう人がいますけど好きなところでいいってことですか、心地がいいところで投げるのに、まあ、プロ野球の場合先発ピッチャーはいつも新しいマウンド立てるから、はい、リリーバーっていうのはどこでも立たなきゃ投げれないです。そういうことですね、ぐちゃぐちゃですもんね、前掘れてるんで、一番いいところ使うためにはどこで投げても OK にしなきゃいけない。分かりやすいですね、で明治大学こんななったとこ投げれないかと思ったら違うとこずらしたいじゃない。なるほど、まあ、最後のを投げる方は最悪ですよ、投げるやすいところに行く、平らなとこ見つけて投げなきゃいけないので、その時に一番いい場所なんでここからこの間収めようかな。はあ、じゃあそのバッターの合わせとかじゃなくてまずいいってことですね、自分が投げやすい、まあそれで失敗して変なとこついて真ん中へと打たれたら1点ですよ、1球1点です。そういうことですね、できれば避けるためにはどっか自分のいい場所を探す、今はだいぶね、はい、前が硬くなってるの、カチカチですもんね今、昔はそうじゃなかった、甲子園とか掘れまくったですもんね、広島とか滑って投げてましたもんね、雨の日はね、その場合には歩幅を縮めるんです、ちょっとでちょっと速くなる、分かりやすいそういうことしないとまあ持たなかったと。なるほど、たださっき言ったようにこの場所っていうのは、はい、大事なのは、はい、この場所から、まあ、これがスパイクの幅とすればこの間の収まればいい、はい、これはやや正しい方向です、はい、これがこっちになったりとか、はい、本当にかなりインステップですね。そうですね、ここはアウトステップ、アウトステップですもんね、これはあんまり良くない、はい、バランス壊れるんで、はい、まあ、この辺ならば、OK、この幅の間に串から収めてこなげるというふうにした方がいいかなと思います。それが場所が変わっても一緒ですよ、これがこっちにずれてもこっちの一緒です、はい、ただ中にはね、こうインステップして投げる人もいると思うんですけど、ええ、そういう人たちっていうのは普通やるとインステップすると体重がこう押してるのか、なるほど、投げづらいですもんね、行くと抜けるとこがないってことですよね。でもただここに可動域のある人はここでも回れる、あごく稀に、ええ、極端に言うとイラブ君とかがこの辺からこの辺でしたね、でもちゃんと回ってる、はたまたま西武ライオンズの球場で投げ合ったことがあったんだけど、そこでしたよどこ踏んでんだと、で真似したら、あ無理これはね驚きました、いかにこの辺が柔らかいか、あなるほど、あの股関節の付け根と足首が柔らかい、だからこうやってもこうキュッと回れる、はそれで155、6体でフォークが145だから、俺たちのまっすぐで速かったという、すごかった、体感的にはもう香取さんの150に見えましたね、そうじゃない、たまにブルペンで見ました、それぐらいの場所で投げる人はなんか特殊がなきゃダメ、だからまあ少年野球でこれを見る子は大体小中学生でしょうから、まあ、この幅に収めてくれれば何の問題もない、はあとは自分の好きなところだね、はい、この場所はどこでもいいです。なるほど、プロの場合はかかれば OK なんで、これでも OK なんで、今どこでもちょっとでもかかってもいいって言いますもんね、これ上から踏む人はあんまりいないですかね、この今昔はね、はあ、ここにラバーが入ってなかったのね、二重ラバーじゃなかったのね、あ土だったんでちょっとかける人がいたよ、はい、今ちゃんとラバー入ってるんで、多少はクリアできてるかなと、それはもうどこの球場行っても大体ラバーが入ってるんで、それは問題なくなった、昔はなかったね、地方球場と、あのブライアントを抑えるために小田さん覚えてます、覚えてる、小田ちゃんは審判に分かんないように一歩前でやって投げたっていう、いやそういう方何人か見たことあるんですけどただその場合にはかなり前行くと後が起こるんで審判にもバレちゃうよね一歩前出て投げたんだよって言ってそういうのはごく稀にいるかもしれない僕は無形したことないですないですね、ですあ、まあ、といったようにプレート板っていうのはだいたいこの幅の間に汗が収まればいや正しい状態ですね、これとかこれはちょっと異常な状態かな、はごく稀にいる人はこの可動域とかこんなに柔らかい人ですね、股間、まあ、でも稀ですよね、稀、あんまりいないですね、あんまみでまたその長く投げてるような人はいないですね、その20年投げたとか15年投げた人あんまりいないですね、いないですよね、アウトステップってほとんどプロでいないですもんね、今は阪神の西君がそうですね、この辺、あそうですか、この辺からいって股間の感じでこうこの辺に入ってでこうしっかりこう投げるっていう、でもちゃんと乗り切ってるんですか、まあ、もう上げた時にこう降りる時にこっちから向かなくような股間な股関節でいうか、そういう骨格なんですよ、はだからちょっとずれてるんだけどそれでもあれだけいいボール投げてる、
肩は開いてないってことですかね。パチッと投げて、はあ、懐かしいですね、今の香取さんの投げ方。いや今西野真似したんだけど寝てなかったかもしれない。まあ、テイクバック、ね、はい、はどんな感じでやる？テイクバックですか、うん、僕らはもうこういうふうに教わったんで、うん、そこからここからこういくだけですね、うん、テイクバックにも今言ったようにこう伸ばして投げる人ね、はい、伸びて手首が上がって回転して投げる人。テイクバックは伸びて肘が曲がって回転すればいいと人と肘から投げる人。肘から2種類ぐらい、3種類ある。あ、そうですか。野手だって投げる？内野手は。野手はもう普通に取って、それは肘からある。ああ、肘ですね。内野手は、はい、外野手は、外野はもう手で大きく投げるから。あ、そういう考えでいいんですか。うん、ということはピッチャーの中にはこう足上げて下げていって伸ばして投げる人と、はあ、なんか今あの元プロ野球選手でありながら質問を受けてドキドキしましたよ今正解言えんのかな。あ、待ってなって待ってました。で、あとはこうドキドキしました。ここから上げた田中マー君とかこの、ああ、こっからですね。これもありなんですね。これはもう肘から上がる、インバードってやつ。インバード、うん、これがもうナチュラル、普通のスタンダード。これ2種類はあります、ここにはまた今だとダルビッシュはこの辺から、昔の星野さんなんかするじゃないですか。こうもうあれはもうここですね。ここですもんね。こんな感じです。真似できないですね。真似できないですね。真似できない。そういう投げ方があるんで、テイクバックはいろんな種類があるんですけど、まあ必ず通んなきゃいけないのはこの位置です。この位置、この位置を、この位置、この位置、はい、キャッチャーもそうだし、そうですね、内野も外野もそうだし、結局はどう肘がどうやってもここに行って、ここから回転して投げる、その時にこう特に野手なんかはまずまっすぐ投げるから、うん、こう切ったりとかもちろんしないですけど、うん、もしピッチャーで変化球投げるようになっても親指、まあ掴んだ方がいいです。親指で掴む、初めて聞きましたね。外旋させるはようにすると、はい、今一点ここに足手が入ってくるわけで、これ外旋するとロックされる。ポキって言いましたね。ごめん。ポキって言いました。大丈夫だけど。はあ。そうなるんで、やっぱりここはやっぱり注意しないと。ここまでいいんだけど、ここから先でこうなった。はあ。やるからこっちしない。ということは、ピッチャーの場合は投げる方向に対して踏み出して投げるときってのは、頭が少し踏み出して足よりも左に傾いて投げれば収まりやすい。ああ、踏み出す横にですね。うん。で、右に傾けたらどうなる？右なんですか？右に傾けたらどうなる？やばいことが起きそうです。そうなの。だいたい右に傾くときっていうのはこう首がこっち傾いてる。でこういうバランスなんだ。確かにいるいる。こうなった、こっち左側に傾くと上がってくる。こういうバランスなんだ。じゃあ、あのまんざらの根元の親父が僕ら二軍のとき必ずこうやってフィニッシュ、こうやってやらされたの間違いじゃなかったんですね。全然間違いじゃない。理想で理想。はあ、ただ上げ方だけはもういろんな人がいるので、はあ、それは一定することはできないと思う、ね。フィニッシュは一緒でいいんですか。一緒でいい。え、今あれジャイアンツのジュニア見てるんですか、高曽根さん。俺ジャイアンツ15アンダー世界大会出る。世界の方、うん、幸せな世界の子ですねそれ。いやたまたまそういうメンバーが預かってることは、まあ、またなんか世界が似合いますよ、はっきり言って。香取さんはその世界スモールワールドかな。いや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 、世界が僕らから相撲界が似合うよ。あ、それ幸せな子たちですね、今指導を受けれる、うん。まあ、そうやって投げれば、まあ、こう L 字があるじゃない、はい、こう、はい、そこから投げるときにさっきの右傾いたらこの L 字から出ない向こうに、はい、投げてみて、はい、バッピアのときに右に傾いてこうですね。あ、右傾いたらですね、やばいことが起きないですね。危ないですねこれ。で左に傾いて投げたら絶対当たらない。見事に投げれそうですもんね。そうやって投げればいい。あ、じゃあ強制にもこういうのもイメージさせるのもいいんですね。まあ、この踏み場所と自分 の, この体のバランスと腕の振り方と収め方って大体そこに、はい、あ、じゃあもう香取さんは例えば変化球を投げ出していい頃合いの、まあ、おおよその年齢って何歳ぐらいだったらもうこの切り方さえ手をこう親指だっていうのを覚えれば例えば中学生でも放っていいんだよと思う。中学校軟式は全然平気です。投げていいんですよね、全然平気、うん、でも投げちゃっても大丈夫なんですね。大丈夫と思います。正しく投げれば、正しく投げれば、うん。でもう一個注意点はリリース、このリリーストップ作ってね、リリースします。この時のグローブの位置、あ、左手の、左手のグローブ位置がこれが下がってしまうと右に傾きやすい。はあ、確かに。使っていって最後の最後で戻ってくると左に、あ、こっち戻ってくればいいわけですね。ここにこの辺に止めてあげる、はい、この辺に止めてでフィニッシュ。あ、これでこういけばいいってことですか。だからここに入るバランスを覚えてくる、はあ、プロの人たちはこうやっても覚えてるんで、こうやって投げてるけどここに入ってる。あ、確かに。まあこういう方もいらっしゃいますね。
来ないと見るかもしれないけど、でもここに収まってる。なるほど。これがないとこっちに収まってる。なるほど。じゃあここにこう止めて、ここに戻最初に戻ればいい。で多分この背中あたりこうバチンと叩くと思うんだけど。はあ。まあ、プロは行かない。この中行った行った行った行ってます。行ってる行ってる。そうするとあんまり痛めない。へえ。まあ、そのバランスが大事ですね。へえ。いやでも今日はこのねありがたいお話いただきまして、加藤さん本当ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。